はい、もちろん泉ちゃんも頑張りたいと思います。ちょっと挨拶だけさせてもらっていいですか？はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ泉ちゃんも気をつけ、泉ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、泉ちゃんはですね、みーちゃんの後でですね、ラッパの練習をね、頑張ってみたいと思います。一緒に頑張ろうね。頑張ろうね。はい、ではみーちゃんはボールの練習お願いします。はい、わかりました。じゃあね、早速やってみたいと思います。みーちゃんそのままで座って、よっこいしょ。はい、この状態でね、ボールをキャッチしてもらいたいと思います。さあ、どんな風にキャッチするかというとね、手がありますよね。これを頑張っていきたいと思います。さあ、それではね、足を伸ばして、もう一回座った状態からいきたいと思います。皆さん、みーちゃんの方見てますか？こっち来てくださいね、お願いしますね。足のね、足くん何もしませんのでね、ほっといてくださいね。さあ、それじゃあみーちゃん、その場でもう一回座っていくよ。よっこいしょ。さあ、よし。さあ、それではね、この状態でもう一回頑張っていきましょう。できる？いいね。はい、じゃあ手を上げて。それでは、まずはキャッチした状態からいきます。いくよ。せーの。よいしょ。ナイスキャッチ。そのままポーズ。決まりました。みーちゃん、大成功です。いいじゃない？さあ、でもね、このボールキャッチ、ちょっと私がやってもつまらないので、今度はね、ちょっとお姉さんに投げてもらいたいと思います。お姉さん、ちょっとこの前してもらっていいですか？さあ、これ実はみーちゃんたち、トレーナーの私たちと皆さんと見分けていたりします。でもそんな遠くかもしれないですよ、その辺で。はい、じゃあね、みーちゃんが手を広げたらこの辺に投げるようにお願いしますね。それではいきます。せーの、よいしょ。ナイスキャッチ。そのままポーズ。はい、今度も大成功ですね。よし、ありがとうございます。さあ、それじゃあ今度はお客さんが投げてもね、大丈夫なように練習していきたいと思います。みーちゃんにボール投げてみたい人いませんか？はーい。みーちゃん、誰もいない。ショック。皆さんのみーちゃん泣いちゃうので、よかったら手を挙げてもらってもいいですか？もう一回いきます。みーちゃんにボール投げたい人。あ、投げてくれた、ありがとうございます。前に男の子お願いしていいかな？皆さん大きな拍手で迎えてあげてください。みーちゃんの前までお願いします。じゃあ、このボール持ってもらっていい？はい、じゃあみーちゃんはその場で座って、よっこいしょ。あんまりね、強く投げちゃダメだよ。すごく強く投げそうなんで怖いんですけどさあ、それじゃあね、手を広げてこの辺にね、ふわっとお願いします。いくよ、せーの、ナイスキャッチ。そのままポーズ。決まりました。ありがとうございます。男の子頑張ってくれました。サービスで頑張ってくれたお礼に拍手をしてもらいたいと思います。いいですか？じゃあみーちゃんは角度を変えて前向いて、お友達ありがとう、拍手。はい、ありがとうございました。頑張ってくれた男の子に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。頑張ってくれましたね。さあ、それじゃあ泉ちゃんお待たせしました。お願いします。はい、わかりました。では今度はね、泉ちゃん頑張ります。さあ、ちょっとね、今練習してたんですけど、このラッパをですね、泉ちゃん自分で持ってもらいます。さあ、ちゃんと持ってね。さあ、そして私の手の合図ね、手を広げると吹いてる合図、そして手を閉じるとね、止まってる合図です。さあ、あんまり笑わないでくださいね。お腹ちょっと出てますけどね。さあ、この姿勢で泉ちゃん頑張るんですが、泉ちゃんね、ちょっと緊張してます。さあ、まだね、パフォーマンスデビューしていない新人声優さんなので、一生懸命ね、私の目を見て、そして手の合図を見てね、頑張ってもらいたいと思います。さあ、泉ちゃん、口をあーって開けて、どうぞ。そこから、みんないい感じだったね。どうする？5回やる？え、5回やらないの？やらないの？あ、そう。じゃあ、ちょっと、じゃあ、ラッパの練習はね、いいのかったので、じゃあ、今度もう一つですね、一発芸をちょっと皆さんに見てもらいたいと思います。じゃあ、泉ちゃん、ちょっと下がって、下がって。はい、泉ちゃんはね、実は死んだ船がすごく上手にできるんです。なんか文句言ってます？あ、言ってない？あ、よかった、よかった。はい、ではですね、泉ちゃんはここでしっかり足を伸ばして、あとあと。さあ、それでは、じゃあね、ラッパを持ってるので、ね、このラッパをですね、銃と見立ててちょっとやってみたいと思います。こっち見てね。いい？はい、じゃあ頑張ってよ。それでは、銃と見立ててね、いきます。せー
絶好調です。さあ、2つのことをね、泉ちゃん一生懸命頑張ったんですが、先ほど言いました、まだパフォーマンスデビューをしていない新人戦おじさんなので、あぶりでまだ練習が実は進んでないんですよね。まあ、このぐらいで泉ちゃんね、練習はおしまいにしておきたいと思います。はい、わかりました。じゃあね、みーちゃんがもう一つだけ懐かしの種目チャレンジしていきたいと思います。何かというと、溺れた人のモノマネ行ってみたいと思います。さあ、何すんのと思いますよね。とりあえずね、実は泉ちゃんにはね、まだできない種目のはずなんです。さあ、それじゃあみーちゃん、お水をお口に持って、そのまま溺れた人みたいにお腹を向けて、皆さん注目ですよ。私がお腹を押すとね、面白いことが起きます。みーちゃん大丈夫？本当にまだある？よし、できました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。以上で終了です。さあ、それじゃあですね、練習ばかり見ていただいてもあれなので、最後はですね、皆さんに毎日頑張ってる運動をね、ちょっと披露したいなと思います。泉ちゃんもします？泉ちゃんもするね。あ、する？泉ちゃんも一緒にやります。はい、わかりました。じゃあね、みーちゃん、泉ちゃん一緒に頑張っていきたいと思います。じゃあ、そこが横でいいですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあみーちゃんもちょっと今回はシートなしでね、いきたいと思います。はい、じゃあみーちゃんもお腹を向けて、泉ちゃん大丈夫？はい、じゃあここで泉ちゃんもお腹を向けて頑張ります。さあ、それでは行きましょう。みーちゃん、泉ちゃん、2頭揃っていきます。せーの、腹筋1回、いいです。2回、3回、皆さんこれ大きな拍手が鳴るまで終わらないですね。はい、ありがとうございました。泉ちゃんもね、お腹を頑張ってくれました。それでは腹筋もお見せして、皆さんにバッチリでお稽古タイムをご覧いただくことができたんですが、最後はですね、実はみーちゃん、泉ちゃん、とっておきのプレゼントを皆さんのために用意してきたんです。そのプレゼント欲しいなって言っちゃいませんか？ありがとうございます。笑顔であげてくれたね。なんかみーちゃんどこにする？あ、わかりました。みーちゃんはね、真ん中のお客様に配っていきたいと思います。いずみちゃんどこにする？いずみちゃんどこにしようか？いずみちゃんこちら側にしようか？あ、いいね。じゃあこちらの皆さんにします。わかりました。じゃあね、どんなプレゼントをするのか皆さんに、ね、早速発表したいと思います。みーちゃんのいずみちゃんがプレゼントするのは、なんとお水を飛ばしていきたいと思います。なんだろう、この雰囲気。皆さん、これね、心づかいとプレゼントなんで、そんな嫌な顔しないでくださいね。それでは、みーちゃんのね、飛距離見てわかるようにですね、はい、上のお客様にはね、簡単に届きます。濡れても困るものはしまっといてください。はい、そしてお願いがあります。傘は差さないでください。いいですか？それでは、気持ちなので受け取ってもらいたいと思います。雨なんでね、大丈夫ですよね。それでは行きます。せーの、すいませんでした。嘘でした。まさかね、お水のプレゼントはしません。最後、皆さんに本当にプレゼントしたかったのは、とっても愛のこもったプレゼントなんです。皆さん、これはお水じゃないので、避けずに受け取ってあげてください。それでは行きましょう。泉ちゃん、みーちゃん、息を合わせて、はい、キッス。皆さんの元にプレゼントは届いたでしょうか？かわいく気持ちのところで、みーちゃんはお稽古タイム終了です。最後までの5000円誠にありがとうございました。それでは、選手君とのふれあいタイム始めていきますと、まずバンカーにお話しさせていただきます。